半額シールを否定するお天気お姉さん。全国の明日週間のお天気をお伝えしました。すいません、コメントでちょっと笑っちゃったんですけれども、半額シールしか買ってないわけじゃないですよ。なんで半額シールなんですか私。いきなりなんでですか。私半額シール以外も買いますよ。なんで半額シール以外も買いますよ。なんで半額シールしか。いいですよね。なんで今日半額になったんですか。いきなりピュッて目が入ってやって、ちょっと笑いそうになっちゃいました。半額シール以外も買いますって。なんでそう、定額っていうの、普通定価でも買えますよ私、なんで半額シールしか買わない人みたいになってるんですか。いや、まあ言ってましたけど、毎回じゃないですもん。恥ずかしくなっちゃいましたよ。なんかもういつもじゃないですよ別に。半額シールをね、めがけて買ってるわけじゃないですから。ちょっとツボに入っちゃいました。別に半額シール求めてるわけじゃない。半額シールでは買えないものもあります。何だと思いますか。半額シールで買えないもの半額シールで買えないものは皆さんお分かりいただけますよね。こちらです。半額シールでは買えない価値がありますよ。半額にはなってませんからね、定価のものです。半額ではありません。半額にもなってません。もう5月になりましたけれども半額ではありません。あ、卓上カレンダーももう5月ですけれども半額ではありません。定価です。定価買い求めください。もうね、そうですよ、別にいいじゃないですか。定価だろうが半額だろうが好きなものは買えばいいんですよ。もう一声今ならってならないですからね。あー、笑いましたね。ここが一番の山場でしたね今日ね。私のテンションの半額シールでこんなに笑うとは思いませんでしたよ。ピヨピヨ